芸能の神弁財天に舞などを奉納する奉納観月会が24日高浜町の孫寺で開かれました。中秋の名月にちなみ高浜町の孫寺で毎年この時期に開かれている奉納観月会には、日頃から孫寺と交流のある地元の人をはじめ、北陸や関西などからおよそ30人が参加しました。観月会でははじめに杉本隆信住職が弁財天座像を前に般若心経を唱えました。続いて神崎流地歌舞師範の神崎ふさみさんが高砂を奉納しました。この後長野県在住で NHK のドラマや映画などにも出演した世界的に知られる笛奏者雲龍さんが笛を奉納しました。主な演奏活動を神社仏閣で行っている雲龍さんは、この日横笛や縦笛などで合わせて7曲を奉納しました。お寺を訪れた人たちは、なかなか聞くことのできない一流の笛の演奏に聞き入っていました。